キンプリヘイヤ仕様はやめ J、過去マックスタビュー、ジャニーズ JR 番組から名前消滅。まだ退場してないのに、ファンは大嘆き。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日でヘイヤ仕様、26、キシユータ、27、 神宮寺ゆ太、25が脱退するき NG& ピス。20日夜には5人で最後のテレビ出演オンケネイチ系の音楽番組メニュー101で果たした。最後の曲ビューティフルフラワーの際、平野さんは涙がこらえられなくなり、すぐに気づいた神宮寺さんらに助けられながら何とか歌い切りました。まさに集大成。 感動のラストステージでしたね、女性指揮者。キンプリでの最後のステージを終えた平野なのだが、彼の名前はジャニーズ事務所内で既でにタブーなのか、今、ファンの間ではそんな風に囁かれているという。ことの発端は、今年4月28日に始まった、ジャニーズ JR、ランドネオ、スプックス・トブズ・ T ・アイ・オング・ナ・ユーイチ、各週金曜日23時ケラ。 当番組は2011年10月から2012年5月 BS スカパーで放送されていたジャニーズ JR ランドの復活版だ。ジャニーズ JR ランドの初期メンバーにはまだジャニーズ JR だったイジゾーンへの他金プリの騎士、ジンギュージラも出演しており、ファンの間では伝説的な番組として語り継がれている。 つまり、当番組は、ジャニーズ事務所が今売り出したい、若手 JR の登竜門というわけだ。番組では、各界放送後に番組をメインで担当するジャニーズ JR ユニット5。5。傷のメンバーが、一人ずつ番組インスタグラム上で青年月日、入所とし、憧れの先輩と共に紹介されている。前での女性指揮者が話す。 1> 第1回放送後に松浦銀志くん16と佐久間レイクくん14の二人が憧れの先輩として挙げたのは平野志陽さんでした。番組の公式インスタグラムを確認すると、松浦の写真の下にある憧れの先輩の項目には、平野志洋くん、橋内くん、藤井直樹くん、岩台翔くん、不をからゆうからと書き込まれ、佐久間は平野のみを挙げている。 四角第二回放送で消えた平野仕様の名前。これが5月12日、第二回放送終了後の番組インスタグラムを確認すると、なんと、第一回放送終了後には確認できた平野の名前が消えているのだ。前での女性指揮者が続ける。 第2回放送終了後に番組のインスタグラムを確認すると前回同様メンバー紹介が投稿されているのですが松浦くんと佐久間くんの憧れの先輩欄が前回と変わっているのです。再度番組のインスタグラムを確認すると松浦の憧れの先輩は京優斗くん、藤井直樹くん、岩台翔くん、不応から優からの4人とされており佐久間に至っては欄そのものが消されている。 このことに気づいたファンが、ツイッターに、え、平野紫耀消えた、と投稿すると、もう、疑問符そんな、まだ退場してないのに、と、失望する声が上がったのだ。また、こういうことだけは仕事が迅速、と、現在、小ジャニー北川氏。 去年87のかつての所属タレントへの性加害問題で説明不足として批判を受ける事務所の姿勢についての批判も続出。さらには、辞めたとしても先輩には変わりはない退除しても憧れであるのは変わらないんだから名前上げ続けてもいいと思う元ジャニーズの先輩に憧れる。会社としてはそれほどの存在にまで育てたと光栄に思えば良いのに。 など、憧れの先輩を口封じされた後輩たちへの悲痛な声が相次いでいる。四角平野は、山下、稲垣、香取、草薙よりも事務所内で多重し、エンタメシライターが言う。現役の事務所所属メンバーじゃないと先輩という位置づけにはならないという理屈なんでしょう。ジャニーズは以前よりそういう慣習です。 例えば平野さんは自身の憧れの先輩に2020年10月で退場した山ピーこと山下智久さん38を挙げていました。しかし5月18日に出演したぐるぐるナインティナインぐるナイ日本テレビでは番組レギュラーのニュース増田隆久さん36 から、自分こそが、平野が一番尊敬している先輩とボケられた際、いや違いますと乗りつッこみの掛け合いを見せたものの、最後まで本音は明かさずじまい。山 P の名前は口にしませんでしたが、ファンは SNS に、山 P って言えないよね、と書き込むなど、平野さんの胸中を察していました。ツイッターには、 タッキーとヤマピーみたいに、く君も憧れのヤマピーと SNS で繋がったり共演できたりするのかな、と、平野がキンプリを脱退する5月23日以降のやめじゃに同士の絡みに期待をする声もある。5月22日に平野騎士、人流ジの3人が脱退するキンプリだが、5月15日にはデビュー曲のシンデレラガールがミリオンを達成。 改めてその存在の大きさを見せつけた、スポーツ上記者が語る、平野さんは金プリからの脱退を表明する前に何度も藤島ジュリー稽古社長に面談を申し込んだ、もののジュリー氏は無視したと報じられています。そして、まだ退場前にもかかわらず、実質的に退場者の扱いを受けているわけです。 ジュリー社長との確執を考えれば、過去にスマップへのマネージャーを務め、ジュリー氏と対立していた愛師を慕っていた山下さんや、稲垣五郎さん49、香取慎吾さん46、草薙剛さん48の新しい地図のメンバーよりも、多ー視されているということかもしれませんね。金プリ脱退。 ジャニーズ退場よりも一足先に事務所からは実質的に退場者の落印を押された形の平野。その胸中は計り知れないほどに複雑だろう。近く、平野仕様の名前が消された。ジャニーズ JR、ランドネオの実際のインスタグラム二つを見比べればわかるが、松浦銀志の憧れの先輩からは平野仕様くんの名前が消えている。平野仕様くん